ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎豊です。今日は2023年の10月の31日。いやー、 10月が早く飛んでいきましたね。もう明日からは11月。寒さもちょっと高齢者に身に染みる季節になってまいりました。今日は高齢者シリーズの第3弾です。弟子藤井聡太の学び方というのはですね、藤井聡太さんの師匠の杉本昌隆さんが書かれております。今日はその何段なんでしょうか、第3章学ぶ姿勢は世代を超えて受け継がれるという第3章、その中の小項目です。東海地区にタイトルを大師匠の夢を叶える。藤井聡太の学び方を考える上で、私自身が師匠から何をどのように学んできたかを振り返ってみたいと思います。2017年8月、大阪市の関西将棋会館、藤井四段は王位戦予選の対局で、故、板谷進九段の一門の先輩にあたる小林健二九段と対局しました。翌年の七番勝負の挑戦者を決める予選の初戦でした。小林九段は私の兄弟弟子にあたり、藤井は同門のはるか後輩となります。小林九段にとっては特別な思いを抱いた勝負だったようです。当日は和服で対局に臨まれました。今度藤井君と当たることになったけど、全力で指すよ。対局を前にして私にそうおっしゃっていました。29連勝の記録があるため、そばからはどうしても藤井が有利の目で見られてしまいます。だけど自分は最後まで全力で頑張ると闘志を燃やしていました。小林九段からは、対局を見に来ないかという声をかけられていました。私はちょうど兵庫県加古川市で開かれていた棋士会主催のイベントに参加していたので、その終了後に駆けつけました。対局で藤井は序盤から巧みな指し回しを見せ、小林九段を制しました。小林九段と藤井、主催関係者からに、関係者らに私が合流し、5人で夕食の卓を囲みました。藤井からすれば少し、藤井からすれば、今しがた任したばかりの対戦相手と同席するのは気疲れするかなと思いましたが、小林九段の気さくな人柄もあって、楽しそうに箸を進めていました。自然に私の師匠である板谷進九段の話題となりました。藤井にとっては師匠の師匠、つまり大師匠です。もっぱら聞き役だった藤井は静かに耳を傾けていました。名古屋で生まれ育った板谷九段は1988年に47歳の若さで亡くなるまで将棋と将棋ファンを愛し続けました。将棋は体力のモットー通り、将棋の中身も姿勢も体ごとぶつかり、将棋普及の活動も常に全力で当たるのが信条でした。名古屋に東海将棋会館を建てることが板谷九段の悲願でした。東京と大阪に負けない建物を建てて公式戦もさせる、将棋連盟と奨励会の東海本部を作るというビジョンを胸に亡くなるまで奔走されていました。棋士系統図というものがあります。師弟関係を図で表したもので、私の一門である板谷一門は、板谷四郎九段、板谷進九段、杉本昌隆七段、藤井聡太四段と続いています。私の姉弟子には小林九段、一門の先輩には、木村和久八段、石田和夫九段、北村文夫七段、中田明道七段がいます。私が将棋を覚えた頃には、全員すでに活躍されていた棋士ばかりです。こうした先輩がいなければ、今の私はなかったでしょう。私がいなければ、板谷一門の藤井聡太もまたいなかったかもしれません。血脈とは異なる、師弟という特別のつながりを思わざるを得ません。藤井は様々な場で、東海地区にタイトルを持ち帰るという板谷先生の悲願を叶えるのが自分の夢です、と語っています。藤井の活躍は板谷一門の名を広く知らしめることになりました。一門に対する貢献度は計り知れません。そして師匠の意志が脈々と受け継がれていることに、私は胸を熱くします。ね、
今回は第3章、学ぶ姿勢は世代を超えて受け継がれる、そして小項目は東海地区にタイトルを、第1章の夢を叶えるというね、今はなんと藤井聡太さんは八冠を独占してね、将棋界のタイトルを独占したわけですからね、まあ、いかにこの東海地区へざっと全てを持ってきてね、まあ、そこは将棋のメッカになるような今本当ね、大活躍であります。まあそんな中にもこの師弟の関係ね、この関係がまあ非常に共感を呼んでおります。そうですね、高齢者も高齢者が高齢者になるためにはやっぱり師弟関係というんですが、やっぱり後輩をとの関係もコミュニケーションもですね、取っていきたいと思っております。大切ですよね。まあ後継者を育てるというのは至難の業ではありますが、この藤井聡太さんと師匠の杉本昌隆さんの関係を見るとね、なんか胸が熱くなることがたくさんあります。ごきげんよう。